よし、行くぞ。今日、俺、こないだ昨日かおとついに、ビートボックスのネイポムっていう人がいまして、できないな。なんかね、リップロールとか、ね、リップベース？なんか、インワードリップベースみたいなのあるんですよ。なんか、こう、ってやるやつをね。で、俺がブチュブチュ、ブチュブチュしょったら、フェリアさんが、口から下痢って言われたんですよ。はーい。ファーストチェイスですね。離れましょう。なんかちょっと動き良くないな。やべ、めっちゃ滑るわ。動き良くないな、マジで。ほんまに良くない。芸者ですね。はい。芸者でございます。口から切りです。はい。口から切りでございます。芸者でございます。あ、重い重い、めっちゃ重い、めっちゃ重い、みんな。めちゃんこ重いわ。めちゃんこ重い。あー、重い重い。超重いわ。あかん、これは、みんな。あかん、あかん。よくねえなー、これは。よくねえなー。うわぁ、助けてくれ、みんな。みんな助けてくださいよ。You can roll like this life。 口がれ下痢ですね。これ終わったらインターネット変えますね、みんな。やっぱ VPN をつけて、さらに VPN ってやるのはおかしいね。ダメですね。まあ、それでもさ、めっちゃくちゃええ感じのチェイスしたくない？俺、みんな。それでもさ、めっちゃくちゃええ感じのチェイスしたやん。ねえ、2台上がってるんですよ。ねえ、だってさ、他の人たちなら無理なんですよ。だって、他の人はさ、無理じゃんさ。なあ、なあ、そうでしょ？そうでしょう。俺を見つけられないよ。おおおお。俺たちはいつもいもいも。私を、助け、違う、ね、結構オフェンスどもってさ、なんか救助した後に、あ、俺フォローしたろ、みたいな、なんか結構そういう奴らがいるんですけど、まず自分の心配しといてやん。うん。だからこいつはただ救助してフォローも何もせずに、そのまま追われて、まあ、ダウンみたいな感じですよね。まあ、あんまり良くはないよね、っていう感じですね。まあ、こういう人たちってね、まあ、マジシャン使わないとわからないよね、マジシャンがどういう立ち回りするか。救助されたらまさか、あそこでしゃがむの？は、何このマジシャン？は、バカじゃねえの？ゲーロー、ハンターに気づかないよね？ハンターバカじゃねえの？みたいなね。こう、旦那様っていうマジシャン使いに、バカという思いから、ハンターが、バカなんじゃねえの？みたいな、はぁ、はぁ、なりますね。はい、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 はい。はい。なんかこの奥にもう一人いたんだけど、誰だろう？気のせいか？来る？そこに。なんで来たんやろ？てか、オフェンス救助されてそのままダウン、オフェンス救助されてそのままダウンすか？オフェンスそれほど脅威じゃないんですよ、皆さん。いいですか？オフェンスが。それほど脅威じゃないんですよ。私が、ね、私が行ったことによって、すでにこの芸者は、ね、守ってるオフェンスを捨てて、ね、釣ってるマンションに行かないといけないという、そういう状況になってるんですよ。ってことですよ。長らくお待たせいたしました。You and I さん and me さん。こんばんはです。よろしくお願いします。なんだかなぁ。まあもう俺次飛びなのでね、離れますね。はい、皆さん。いいですか？離れます。離れます。あんた俺に来るかなぁ。まあ来ないか。でも来なくてもいいか。まあとりあえず向こうには行かないようにしましょう。ポストマンが今、ポストマンだけ満タンで、オフェンス解読しようよ。解読しようよ。ほら、救助できてるじゃん、ほら。
別にオフェンスを追うっていうわけじゃないと思うんですよ、別に。オフェンス多いや。あ、死んだ。もう、じゃあ、あそこでなんかやってたの意味あったのかよ、なんか。ちょこちょこ歩きみたいな。で、3号機が地下に釣られるんでしょ。嘘じゃろうて。じゃろうて、嘘じゃろうて。俺めっちゃチェイスしたのに。お前、フライホイール事前に使わな、もうね、無理だよね。フライホイールが意味なくなっちゃってるよ。3連機か。皆さん3連機でございやした。はい。3連でございやしたーん。今、瞬間移動ぶっ込んでるんでね。はい。で、ここで解読します。はい。オフェンス3号機のど真ん中ダウンしてるんですか？回復いらないですよ。お前も重いな。いや、今回復してたら無理だろ、お前。アホじゃん、こいつ。アホじゃん。なんで回復しようとするの？オフェンス救助。オフェンス救助しに行ってや。あ、でもオフェンス次飛びか。オフェンス次飛びだね。じゃあ一緒に解読しようか。うん。オフェンスも次飛びでした。で、ポストマン立ち上がってオフェンスをフォローしに行く。ツンデメ完了、打ってくれんかな。つけちゃいました。あー、締め手配だね、これはね。もう俺も持ちませんよ。お前おるんか。じゃあハンター近くいる、打てや。ほん、ハンター近くおるって、打てよ。お前こっち信用してんだからさ、俺に来るかと思ったじゃないか。そもそもさ、みんなここで解読してんのに、お前。まあいいか。おもう、みんな見てくださいよ。234ですよ、今。204ですよ、ピン。ピン江口晴美ですよ。はい。ランクマ勝てないと来ました。お久しぶりでございます。サバトラさん、こんばんはです。俺は勝てないけど、引き分けは取れますね。ちなみに俺の最初のチエスで、もう、俺の最初のチエスとトンネル阻止でね、もうこれ、引き分け以上でございます。よろしくお願いします。はい。で、このオフェンスがね、まあ、なんか、フォローしたるぞ、俺がフォローしたるぞっていうね、オーラ出してまくってたんで、どうも、小籔です。どうも、皆さん、こんにちは。さあ、やっていきましょう。レオの思い出。レオの思い出、久々に結面師の夏の思い出でも聞かない。ポケモンユナイトね、配信者の見てたらやりたくなっちゃうわ、ほんまに。うん。木のやつやっけ？ああ、芸者だ。うん。木のやつとギルガルド使いたいな。ギルガルド使い、あと、フォッコも出たんやっけ？新しいポケモン、あと、カイリュウか。もう一切触ってへんよ、俺も。ああ。懐かしいよ。俺にとって懐かしいよ。そんな地位はどれについてか、ユナイト強豪チーム、あ、ルルルルル。天使を起こす人必要かもしれない。うん。いや、終わってるよ、ほんとに。無理無理。まあ、俺はまだ大会じゃないしさ、参加できる人参加してみたいな。でも大会はちゃうやん。もう強豪チームで。強豪チームでしょ。ということで、中国はしっかり管理してるよね。ね、プロ全員集めてるんですよ。俺のこの解読スピードおかしいな、これ。送電されてたんですね。あ、いいオフェンスですね。はい。ね、自分からフォロー行くのもあるんですけど、ね、ついてこいみたいなね。私ここですよ、みたいな。私はここにいるよ。こんなに離れていいでも。みたいな曲あった。青山テルマかなんか、青山のスーツ。みんな青山のスーツやっけ？春山？青山？やべえ、忘れた。俺のスーツどこで買ったっけ？俺のスーツ19000円やっけ？忘れたな。うん。大学入学式用の、忘れちゃった。おっかちゃんと一緒に、ね。行ったんですよ。あーおーち。興奮でした。うん。興奮だったらもうちょっと患者ちゃん、長くチェスしてほしかったね。まあでも、患者ちゃんは、きっとフライホイールとかも取ってないし、右下だろうしね。あと、患者とね、芸者のね、どうやってもがいたんかな。オフェンスがさらにタックル行くなんて、ちょっと考えられへんね。
ここのランク帯のハンターは、うん、だってオフェンスこんなに早く食らうってことは、じゃあタックルしたってことですか？あ、地下ね。オッケー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 。いいね。釣られる前に今タックル入れたのでかいですね。はい。で、私は救助行きませんと思ったけど、俺が救助せなあかんな、これね。ちょっと俺が救助せなあかんな。うん、でも、すでに、くっついてるやついるな。囚人か。これだけでわかるよ。囚人うまいやつですね。これだけでわかるよ、みんな。囚人とマジシャンが救助しに行った時に、誰か、マジシャンが出やすいのか、囚人が出やすいのか、救助したやつをね、含めてね。うん、そりゃ囚人やん。ビリビリが1個あるやん。でも、マジシャン何があるの？何もねえやん。ステッキ3本しかないやん。ステッキがね、つかかってハンター通しませんみたいな、そんなんやってもさ、意味ないやん。でも、囚人ってビリビリがあるやん。で、これが俺行くべきなんですけどね。でも暗号機回らへんからね、行きません、みたいな。はい、行きません。うん、回らへんやん、みたいなね。まあ、終わりですやん、みたいなね。だってグダグダやん、だってね。オフェンス確かに、救助したんですけども、うん、グダグダやんですね。回復してもらおうとすんの？うん。あ、もう囚人飛ぶな。囚人飛ぶね。いや、へへへじゃない。ハンター近くいるやん。ハンター近くいるってことで、まあ、来ないよ。で、オフェンスビビってるやん。オフェンスビビってるやん。救助行って。あいつビビってるやん。お前もビビってるやん。お前も俺もビビってるやん。ああ。こいつら立ち回りちょっと悪いですやん、みたいなね。はい。あんじゃ救助できないやん。あんじゃ救助できないやん。やん。はい。キャンじゃ救助できないやん。で、患者は多分釣るんかな？患者釣らねえですね。囚人ですね。はい。で、地下ですか？地下釣るやん？地下釣らないやん？マシちゃん、ここおるやん？今この圧力をかけれるの俺だけですからね。俺だけですから。すぐ救助しませんよ。はい。すぐ救助しませんよ。する必要ないよ。だってオフェンス満タンやん。救助しませんよ。こういうね、駆け引きですよ。でもみんな見てね。こういう場合ってさ、大抵そこら辺におるマチちゃんが救助してへんかっていうね。だそこの頭のちげえですよ。そこの頭のちげえざゆー。ブーそこの頭の違いだよブーで、危ない一緒に球場に行くよブー危ない一緒に球場行くよブー怖いブー俺一人じゃ球場行けないよオフェンス燻製ハム君一緒に球場に行くよ最近配信しないよ。もうめちゃくちゃ大変なのよ。もうインターネットが。インターネットがめちゃくちゃ大変だからね。はい。投げていいよ。投げちゃえよ、ユーたち。はい、もうこの全部の俺、すごいじゃん。俺の全部の俺が、この立ち回りが全部、はい、幽閉恐怖。配信はね、実は先日でね、何日ぶりだ？マジでみんなと出会うのね。本当に1ヶ月、2ヶ月。いや、もうね、1ヶ月のうちに1か2回会ったらいい方なのよ、ほんまに。ね。めっちゃ大変だったのよ。もうネットが悪くて。うん、やる気なくなっちゃった、俺も。で、最近はもう仕事落ち着いたからさ、もう、底辺な D クレームがあってさ。はい、皆さん、これ勝ったの誰のおかげですか？はい、皆さん、勝ったの誰のおかげですか？これ皆さん、はい、これはもう私ですよ。これは言っとくけど。こんな、ボロボロの試合からさ、うん。こんなボロボロの試合でここまで巻き返せるなんて不思議です。チャンネル登録、お願いします！はい。